今回はですね、これらの材料を使って油圧プレス機を作っていきたいと思います。こちらがダルマジャッキ、そして材料ですね。でこちらダルマジャッキ、何かと言いますと、主にトラックとか、車体をですね、持ち上げるために使われる油圧式の、ジャッキとなっています。よく乗用車とかに搭載されている、パンタグラフというのかな、ああいうこうやってこうくるくる回すタイプは、ネジ式なんですけど、こちらは油圧式となっておりまして、ここをですねキコキコしてあげると、ここがね持ち上がると。でこちら特徴としてはですね、15トンまでに対応しているということで、15トンの、プレス機を今回作っていると。で、いろんなタイプあります。縦長のね結構やなんか大きいやつとかあるんですけど、よく分からなかったんで、一応日本製のやつをリサイクルショップで購入してきました。結構安かったですね。でこちら材料で、実は買ったわけではなくて端材をいただきました。でこんな端材出んのかよっていう、ツッコミがねあるかもしれないですけど、出るとこには出るらしいんですね。これでもう捨てちゃうらしいんですよ。でスクラップになっちゃうぐらいだったら、ちょっと使ってよってことで、ありがたいことに、材料をいただきました。こちらね無駄に、ステンレスということになってまして、今回は、ほぼステンレスのプレス機になると思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、ボール板による穴開け加工順調に進んでるんですけど、ここでですねちょっとね大きめの穴を開ける必要が出てきたので、こちら、以前アリエクスプレスで購入した激安のコアドリル、こちらをね使ってみようかなと思います。特徴としましては、中心のこの金色のドリルがハイスドリルで、周りのチップが超高になっているそうです。で10本セットで確か5000円とかそこらだったんで、もしかしたら開かないかもしれないですけど、ちょっと試しに使ってみたいと思います。めちゃくちゃいい。さっき23パイのドリルがめちゃくちゃ重くてしんどいなと思ったんですけど、めちゃくちゃ軽く開きましたね。こちらがいわゆる切り子ですね。コアドリルなので、コア中心が切り子にならずごそっと抜け落ちるような感じで、ここの部分力全然必要ないんで、かなり軽い力で穴開けすることができました。これめちゃくちゃいいと思います。レベラーもめっちゃいいっすね。久々に使った。はい、こんな感じで塗料を剥がせました。でさっきですね、この油圧ジャッキはここをねキコキコするとラムが上がっていくっていう話したんですけど、この1キコに対してラムが上がるのって 0.5 ミリとかそんぐらいなんですよね。なんで作業したいところまで近づけようとした時にめちゃくちゃ時間かかるんですよ。キコ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 して近づけて、そこからプレスの力をかけていくってことになるんで、どうにか作業を早くしたいなと思ってこんなものを設計してみました。
はい、お分かりいただけましたかね。リンク機構と、まあ、回転変身カム、分かんないですけど、そういう機構をちょっと設計してみたんで、こういう上下の運動っていうのを回転運動に変換しようかなと思ってます。で、動力となるのがこういうね、インパクトドライバーとかインパクトレンチ、こういうのを、横からねこうやってウィーンウィーンってやって、これをねカシャカシャカシャっと高速で動かして、作業しようかなと。で、作業したいところまで行ったら、あとはレバーでねこう力を加えていくみたいな感じにしようかなと思います。今からは旋盤加工に入っていきます。まずはこちら、最初から六角形になっている材料を使って、インパクトでね回すところの、シャフトの部分、そちらを作っていこうと思います。CAD 上ではねうまくいってたんですけど、現実のね CAD って違うんで、本当にうまくいくか、うまくいくはずなんですけどね。さて、ちょっと硬いけど、一応動くは動くかな。いいんじゃないですか。いけそう。入れて、インパクト入れて、いきますよ。いきます。いた。完璧。完璧です。しょ。
はい、というわけで15トンインパクトプレス機無事完成しました。いやなかなかねこだわって作ったんで結構時間かかっちゃいましたけど、かなりいいものができたんじゃないかと思います。で、まあ、こだわった点としてはもう材料がねステンレスだったんで、もうほぼ全てのパーツをステンレスで、統一しています。まあ、この岩津ジャッキ本体とか、このねシャフトとかこの台座とかは、鉄ですけど、それ以外の、この、ね、シャフトとか、他のね細かいところも全部ステンレスで、製作しました。でね、ステンレスね、こうめっちゃかっこいいんですよ。もうこんなプレス見たことないんでめっちゃかっこいいんですけど、画面越しに見ると全然映えないというか地味な感じが出ちゃってるんじゃないかなと思います。まあまあまあいいですよ。で、もう一個こだわったところとしては、ここね、インパクトが取り付くんですけど、こうやりにくいんですよね、干渉したりすると。なんでここ回転できるようにしてます。なんでいろんな角度からインパクトやったりとか、このねキコキコやったりとかできるようにしてます。で、あとですね、まあ後で説明しますけど、ここにネジのバカ穴が開いてまして、でアタッチメントをね付け替えていろいろプレスできるようにしています。まあ早速ちょっと使っていきましょうか。では定番の空き缶からやっていきます。スチール缶ですね。はい、下の方潰れてきてます。で、プレスの限界がねそろそろ来るんですよ。なんで、ちょっとねストロークの関係で1段上昇させてから、また再度、じゃあちょっと緩めます。はい、緩めるとバネの力で、ラムが下がっていくというか、これが上がっていくというか、はい、で逃げていきます。で1段ちょっとね上げますね。で交換は、ピンを抜いてシャフトを抜いて刺す。でまたピンを入れる。いや本当はねこの段からいけたんですけど、せっかくだったんでこれのあのガガガを見せたかったんですよ。そのためだけに、ちょっと一段わざと下げておきました。スチール缶がぺっちゃんこになってしまいました。すごいせんべいみたい。次はですね、より実用的な使用例としてこちらベアリングの圧入を行いたいと思います。でベアリング外輪で圧入するときは外輪だけが当たるジグを使って圧入しないといけないんですけど、まあ、あんまりね適したものがないということで、こういったねソケットレンチで代用される方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、あんまりよろしくないということで今回このようなものを探して購入してみました。まあ、Amazon で1万円ぐらいで売ってるプレス用のジグなんですけど、18ミリから最大74ミリまで、まあ、だいたい1ミリ飛びぐらいでねサイズ揃ってますんで、こちらね購入するのかなりおすすめかなと思います。はい、最後の特徴としましては、こちらにアタッチメントが取り付けられるようになっていますので、今回ですと曲げ加工なんかができるようになっています。まあ、せっかくなんでやってみますけど、今回は鉄の 9mm の、板を用意しましたので、こちらを曲げてみたいと思います。曲げれるかどうかは分かりません。あくまでも僕の、想像です。いや、この厚み曲げれたらなかなかすごいと思いますよ。うわ、いけてますね。全然力いらないです。軽い力でどんどんいきますね。あ、やっぱ15トンはすごいな。これ
これ叩いて曲げようと思ったら大変ですからね。うわマジ。すごっ余裕で曲がりました。板厚9ミリの鉄、やば、全然力いらなかったですね。すごい楽しい。でしょうか。今回は車用の15トン油圧ジャッキとステンレスの端材を使ってメカ式インパクト15トンプレス機を作ってみました、今はですね、インパクトドライバーとかインパクトレンチを接続して動作するようになってますけど、こちらはですねパワーのあるモーターとかに接続すれば、まあ、電動式のプレス機みたいにすることもできるんじゃないかなと思います、まあ、一応やる予定はないんですけど、まあ、できるかなと思ってます。で、まあ、やっぱりねこういうものづくりやってるとプレス機が欲しい時がねめちゃくちゃあって、やっといいプレス機作れたんで、これからたくさん使っていこうと思います。まあ、構造としては非常にシンプルなので、皆さんもぜひ作ってみてください、というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたので、グッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします、Twitter、Instagram、いろいろやってますのでそちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。